パズルゲームやります。すごい世界観だけど全然映んない。来た。 OBS のさ、これなんでこんな遅いんだろうな、この認識すんの。なんか超良くないこの感じ。これ昔のゲームじゃないっすよ。2022年とかなんですよ。どうすればいいのこれ。これな、何？ああ、なるほど、分かった分かった。この梅干しが、梅干し1個でステージ開放だって。これを向けなきゃいけないんだよ、多分。あれ？え、どういうこと？あれ？関係なかったな。今の面、下に向けてとかじゃなくて。エグジットキー。ステージのエグジット開放する。んー、よくわからん。あ、上向きじゃないとダメなんか。ちょ、何これ、なんでこれカメラの向き変わんの、意味わかんない。ちょ、なんでカメラの向き、あ、まあ、意味わかんない。やばい、なんかカメラの向き変わんのマジで意味わからん。こういうことでしょ。あ、上向けなきゃ。やばい、操作やばい。こんな感じのさ、フラッシュゲームのなんか、なんだっけな、なんちゃらルービックスキューブみたいな、それルービックスキューブかなんだけどさ、それだとカメラ動かなかったんだけど、なんでこれカメラ動きますの。ちょ、何これマジで。ちょ、何ですかそれ。いや、まあ、なんかもう頭ぐちゃぐちゃする。もうこんなパズル、こんな操作性やばいパズルゲームとか初めてなんだけど。終わってんなみたいな操作性のパズルゲーム初めて。あー、これダメか。どの状態だ。ここで上向いてるからこっちで横。横。下。ここで下向いてなきゃいけないのか。まあこういうの適当でいいのよ。惜しいな。やば、よし来た。はい、ちょっとやばい、この操作やばい。これ無理。もうなんかもう頭おかしくなるこれ。やっぱ無理。なんかもう、なんかもう苦しい、やってて。もう無理。